どうもどうも、アッキーノです。エデンだと初めましてだね。っていうか私シラミネノキア、よろしく。じゃない。遅いよ、何してたのよ。こんな危ない場所で一人っきりで待たされる身にもなったよね。ブルーボックスはまだ来てないのかって。ふん、来てますよ。来てますが何か。ちょ、信じられます？あいつさ、俺ちょい幽霊探してくるわとかとか言って一人でどっか行っちゃったんだよ。あいつそういうとこあんだよね、自己中的な。イケメンだからって調子乗っちゃってるみたいな。大体何、白い少年の幽霊。噂になってるだかなんだか知りませんけど、見つけてどうすんすか。っていうか電脳空間で幽霊なんて非科学的だし意味わかんないし、怖くともなんとも。恨めしや。ドアショー！ちょ、ビビりすぎだっての。なんだ、新たじゃん。ただの新たじゃん。幽霊かと思った。ったく、チキンのくせに意気がってこんなとこまでのこのこ来てんじゃねえよ。その、こんなとこに置き去りにしたのはどこの新たよ。あんたの血は何味だ。ああ、うっせうっせ。つーか、初めてだよな、こっちで会うの。真田新ただ。ま、適当によろしく。ちょ、自己紹介くらいちゃんとしなさいっての。もう分かっちゃってると思うけど、これがブルーボックスの中の人だよ。なんかイメージ違くない？あっちだといい感じに面倒見よくって頼れる兄貴っぽいじゃん。私もこっちで初めて会った時マジビビった。不愛想だし自己中だし目つき悪いし、ほらイケメンの無駄遣いっていうか。アホは放置で頼むわ。で、お宅を待っている間にこの辺りを探ってみた。俺らを呼びつけたナビット君がいないかと思ってさ。え、幽霊探してたんじゃないの。ま、そのついでにな。結局どっちも見つからなかったぜ。それどころか一っ子一人いねえ。いくらクーロンが危険エリアでもハッカーの一人や二人は。
やあ、お待たせ、ナビットくんだよ。集まってくれた良い子の君たちにプレゼントだよ。これは世界を変える力だよ。何これ？ハッキングだ。俺たち全員ハッキングされている。チッ、俺のゴールを簡単に突破しやがった。やり手だな、ナビットってやつ。デジモンキャプチャー。最近ハッカーたちの間に出回っているハッキングツールだ。ねえ、デジモンってあのデジモン？ああ、オタクが興味津々だったそのデジモンだろ。特定のデータ、デジタルモンスターをスキャンしてキャプチャーすると。やっぱデジモンってデジタルモンスターの略らしいぜ。デジモンってハッカーが使うヤバいプログラムなんだよね。そう言えなくもないかもな。ま、いいじゃん別に。ハッカーなんざ今時珍しくもねえし。やだやだやだ。ハッカーなんてやばいよ。絶対やだよ。いらない。こんなプログラム捨てなきゃ。あれ？嘘。やめとけ。プログラムにプロテクトがかかってる。無理に削除すると何が起こるかわかんねえぞ。何よそれ。逃がすかよ。アラタ、なんで追いかけるの？私帰るから、もう帰るからね。何これ、さっきまでなかったじゃん。どうしてこんなのが？これもハッカーの仕業。先へ進めってこと？私たちを返さないつもりなの？